第6レース1着となりました福岡の林真奈美選手だわ。1着おめでとうございますわ。ありがとうございました。あら、かわいいお声。はじめまして、私あかり姫だわ。かわいいです。 あら素敵、林選手。お見知りおきよ。あらららら、ら素敵。お手手も柔らかくてあったかいですの。林選手、今日のレースはどのように走ろうと思ってたんですの？あ、ごめんなさい、ちょっと1個ね、申し訳ない。はい、そうですね、昨日はちょっとうちに詰まってしまって、だいぶ読みが甘かった部分があったので、まあ、同じ展開になったとしてもしっかり動けるように考えてやりました。そして道中ちょっと負担もされてましたけれども、いかがだったかしら？そうですね、昨日と同じパターンになったんですけど、少しずつ行けるコースを見つけられたと思います。かなり余裕もあるように見えましたが。そうですね、足溜まってた分しっかりダッシュで出し切れたと思います。素晴らしい負けに切りでしたわ。ありがとうございました。2走した感じはいかがかしら？そうですね、体の状態はもういつも通りなので、あとは500バンク前回あまりいいレースできなかったので、そこを払拭できるようにと思って頑張ります。はい、明日決勝戦はどんな走り見せていただけるかしら？そうですね、決勝のメンバー決まってしっかりメンバー見て、あとはもう思い切りいけるところがあればもう腹くくっていけるようにしたいと思います。またここでお待ちしててよろしいかしら？はい。あら、素敵な笑顔を見せていただいたわ。では応援してくださったお客様に一言お願いするわ。はい、寒い中応援ありがとうございました。明日も精一杯頑張りますので応援よろしくお願いします。あ、大きな声援も届いてますわ。それではですね、なんと林選手もご存知な方も多いと思うんですが、競輪界に入る前ボートでご活躍されてたんですの、12年間。なのでちょっとその腕前見せていただいてよいかしら？はい。ではお願いしますわ。うん、いいんですの？座っていただいて。素晴らしい、ありがとうございます。本気モードでやっていただきましたわ。林真奈美選手でしたわ。明日もお待ちしておりますわ。はい、ありがとうございました。